ちゃ。こんにちは、平賀さん。はい、阪神と巨人の直接対決、ね、1勝1敗で迎えた3戦目が終わりました、うん、そうだね。はい、まあ初戦を考えるとさ、はい、もう阪神が勢いよく3連勝しちゃうのかなっていうふうに感じたんだけど、うん、まあ昨日ジャイアンツが止めてね、はい、戸郷で、うん、で3戦目、はい、でまあオーダーを見てみると、はい、まあ阪神は不動のオーダー、ね、そうですね、全く3連戦、はい、まあ、ピッチャー以外誰も打順も何も変えなかったというね、うん、ほとんど変える必要はない打線なんだけど、はい、まあ、不動のオーダーということで臨むということ、はい、で一方巨人守備重視の打線を組んできた、うん、ということは昨日とかねウィラーの守備を見ていると、はい、初戦もそうだけどちょっとウィラーの外野の守備っていうものが少し緩慢な部分があって、うん、ちょっとそこら辺で失点をしてしまうっていうケースがあったので、はい、レフトに亀井を入れてきたね、やっと。でウィラーをファーストに持ってきたという打線で、あとはまあ2戦目も北村を使ったんだけど、はい、まあ、ピッチャー高橋と秋山高橋の投げ合いで、秋山は非常にジャイアンツ戦好投してるんだけど、はい、2度高橋と投げ合って2回とも高橋に負けてるんだよ。で気持ちに帰するところは絶対あると思うんだよ、はい、ね、で同じ相手には何回も負けられないというね、でまあ、試合は甲子園でやるということで、はい、まあ、どういうピッチングになったのか、どういう試合になったのか、はい、ちょっと振り返っていきたいと思います、はい、ということで、まず立ち上がりから、まあ、結果は2対1で巨人が勝つわけだけども、はい、まあ、高橋は、まあ、最初に言うと高橋は5回投げて4本、秋山は、6回投げてヒット4本、はい、のうちホームランが1本打たれてるわけだけども、まず振り返ると、まあ、4回に1つの山があった、はい、ワンアウト1、2塁、それぞれにポイントをこう上げてますね、書いてあるね、はい、で4回に坂本のファインプレー、はい、これ、ワンアウト1、2塁で、うん、阪神の攻撃だったんだけど、サンズに対して、インサイドを攻めてセンター前に抜けるかなっていうハーフライナーが飛んだんだけど、うん、はい、それを坂本がファインプレーして、まあ、セカンドにホースプレーを食らったと、はい、ランナーとすればハーフライナーだったんでやっぱスタート切れないんだよね、うん、で一瞬止まって佐藤がセカンドでアウトになったんだけどさ、それが、まあ、サンズの打席、ここをずっと戸郷も攻めて、はい、で今日の高橋もここを見せながら外を攻めたりだとか、うん、まあ、してたんだけど、最後にこのピンチの時、4回のピンチの時にインサイドを攻めて詰まらすことができた、ここが一つのポイントだったね、うん、サンズを抑える。で昨日ぐらいからやっぱサンズのバッティングがおかしくなってきてる。それはやっぱ戸郷がずっとここを攻めてたから、うん、やっぱ今日に生きてたね、うん、だから外のボールに対しておろそかになってたサンズが、だから踏み込むことができずに打つことができなかったという、うん、で4回に、だから4回の、うん、ファインプレー、はい、ね、で、回は6回に行くんだけども、はい、6回このホームランが出るシーンね、先頭の北村がヒットで、続く高橋にどうするかなって、このいいピッチングをしてるからどうするかなと思ったら、うん、原監督がもう仕掛けたんだよね、うん、でまだ続投はできたと思うんだけども、はい、よりバントができる野手を持ってきた、勝つ気を持ってきた、はい、で初球打つ格好で見逃したんだよ、でストライク、送らないのかなと思ったら2球目から送らしたので、結果見逃しの三振、失敗して、はい、で見逃しの三振をしたんだけど、あ、ここで嫌な流れが流れたんだけども、うん、この松原ね、初球、まあまあ、やや真ん中寄りのカットボールで、2球目がインサイドのまっすぐ、普通ランナー1塁で引っ張れるボールっていうのはなかなか投げないんだよね、うん、でも秋山があれだけコントロールが良かった、はい、おそらく阪神バッテリー、秋山と梅野は1球ストライクが取れたことによって、ここにより安全に行くために、ここにボールを投げたかったんだよ、多分。でボールを投げて外で打ち取りたかったと思うんだけども、このボールがシュート回転して中に入ってきたんだよ。それを松原が見逃さなかったという、でこの松原っていうのをこの3連戦見てると、とにかく引っ張りたがってたのね。でそれを考えると、この嫉妬っていうのは大きな嫉妬になったなって思うよね。で2点が入った、はい、結局それがもう試合を決めるホームランになるんだけど、で6回
その裏ですね。その裏、ツーアウトランナーなし、はい、佐藤6回、佐藤のホームラン初球、プロ入り、はい、あの初球は初めてなんだけど、それまで畑もそう、今日の高橋もそうだったんだけど、はい、ずっとここを攻めてたんだよね。でやっぱここはホームランだけは避けなきゃいけないということで、はい、ここに投げたんだ初球で、それを読んでたかどうかわからないんだけど、はい、この低めをレフトにホームランしたという、これすごい見事なホームランだよね。普通ここが意識、ここに意識付けをしてて、はい、やっぱ初球っていうのはここかなって思うんだけども、はい、佐藤はここを打ちに行ってるからね。だからもう波のルーキーじゃないということはもうみんなの承知だけども、はい、もうなんか毎試合毎試合成長を遂げてるというね、うん、そういう佐藤の、うん、バッティングだった。で7回はワンアウト、ちょっと7回いろいろとありましたね。7回いろいろあるんだよ、はい、勝負のあやがね、はい、で7回大城の走塁ミスって書いてあるけども、はい、フォアボールで出たんだよ大城が、ワンアウトから、はい、で、湯浅がつないだんだよね、うん、ワンアウト1、2塁になったで代打石川ね、で代打石川、この時は及川に変わってんだけどピッチャーね、はい、石川が代打に出てきて、まあピッチャーのね、はい、ピッチャー畑の代打で出てくるんだけども、はい、畑の代打で出てくるんだけども、はい、まあそれがセンターにバットを降りながら前に落ちるかなっていう打球だったんだけど、うん、はい、慌てることないんだよね。取られるかもわからないと思えばさ自重したと思うんだけど、はい、ちょっと飛び出してゲッツになったんだよ、うん、でこういう競ってる試合でこういう走塁ミスが出ると俺は流れが変わるっていうふうに思ってるのね。だーやっちゃったなと思って見てたら、はい、7回にもうこれでチェンジになったんだけど7回に高梨を持ってきた、うん、7回にね、はい、で7回の先頭糸原で、糸原左バッターに左ピッチャーに対して2割1分1厘って今年あんまり打ってないんだよ左ピッチャーに対しては、うん、はい、でましてやその高梨という変則だったから、はい、でこの走塁ミスもあり俺代打を使ってくんじゃないかなと思ったんだけど、はい、まあそのままだったんだよね、うん、で糸原が三振で梅野がフォアボールで原口が出てきて、レフトフライで近本がデッドボールで2アウト1、2塁になって北条を代打で送ってきた。で北条を4球投げたと4球目かなんかにワイルドピッチがあるんだよ。3球目かあれ3球目に、はい、なんかパスボール気味のワイルドピッチがあって高梨投手がね、はい、うん、で2、3塁になるんだよ1、はい、2塁が2アウト、はい、そしたら一打逆転になったわけね、うん、で次のボールを投げてカウントが2エンド2になったところで原監督が鍵谷に変えるんだよ。でもバッターとしたらさ高梨と勝負してて、はい、追い込まれてるし、はい、これ鍵谷に変えられるっていうのはすごく嫌なんだよね。やっぱそれまでの組み立てがあるじゃない、はい、どうやって攻められた、それをもう分からなくなるよね鍵谷に変えられる。一旦リセットっていう形になりますよね。一旦リセットでリセットになるのにカウントは 2-2 のまま追い込まれているという。そうそう、はい、で鍵谷がカットボールかなんかで三振を取って、うん、7回流れが変わりそうなところを切り抜けたんだよ。はい、でこれはやっぱ原監督の俺は勝負勘だと思う、うん、で計算でやったんじゃなくてやっぱり勝負師っていうのは指揮官っていうのは勝負ごとに対してすごくこうなんて言うんだろう、データも重視するけども自分の勝負勘っていうのも大事にするんだよね。なんとなくそこはすごく嫌な雰囲気を感じたんでしょうか、ね、うん、だから胸騒ぎがしたんだと思うよ。だから鍵屋を持ってきたんだと思うよ、はい、ここがやっぱ今日の試合のポイントだったよね。そうするとその最後三振に取った1球ですけど、うん、それがそのまま高梨投手だった場合っていうのを考えると、うん、また全然違った結果が生まれてた可能性ありますね。いやもう全然違った試合になったかもかな、うん、だから今日のポイントは7回西4球投じた後田梨から鍵谷にスイッチしたっていうことが一つのポイントだった。だから原監督もこの7回の大城の走塁ミスっていうのをすごく気持ちの中にざわつきを感じたんだと思うよ、うん、なるほど、うん、だから流れが変わるって、だから俺は7回先頭の糸原に代打はなかったのかなっていうふうに思った、うん、これも矢野監督の勝負感と糸原をどうやって使っていくかっていうやっぱこう起用法のことがあるから、これは何もあえて言えないけどね、うん、
でも俺はったら先頭だっただけに糸原に代打を送って右の代打を送って高梨と勝負だったかなっていうふうに思ったのね、うん、まあだけど9回熊谷がワンアウトから出てきて、はい、佐藤のダイソーでね、出てきて盗塁を決め一打同点というチャンスも作る、うん、だから阪神ももう必死に最後まで抵抗はしたけども、うん、まあ最後ビエイラに逃げ切られたと。でも佐藤の最後の打席もさ、うん、やっぱ勝負できないんだよねピッチャーが。そうですね、もうストレートの、ね、もうストレートのフォアボールだったんだけどさ、なんか本当に甘いボールがいったらもう一発食らうっていうような形でもう敬遠気味のフォアボール、こんな新人見たことないわ。だからすごいなと思ってさ、だからまあこういう、まあ、全体的な流れでこう話をしたけども、今日のポイントはやっぱ7回にあったなっていう、うん、ミスをした巨人に対して攻撃を仕掛けられなかった。で高梨、鍵谷を、ね、打者の途中で変えたというさ、まあ、これが一つのポイントだったかなっていうふうに思うよね。うん、だから見応えのあるやっぱ3連戦だったし、うん、まあ、巨人も戦い方を見てるとなんかすごくいっぱいいっぱいのような、もうなんかこう細かなとこまで計算したり考えたりいろんなことを尽くして、うん、価値を取っていくっていう感じですかね。まあ、そうだね。だから、まあ、阪神の方はまだまだ余裕があるしね、うん、まあ、余裕があるとはいえやっぱりこう勝とうと思った試合を、1勝2敗というね負け越したということ、はい、で巨人の方は、うん、あの大城っていうキャッチャーが今まで、はい、あの対戦してて全部負けてたんだよね、うん、5勝4敗で迎えた、はい、あの対戦成績だったんだけど、はい、全部大城で負けてるわけ、うん、で巨人が4勝してるんだけど全部炭谷だったのね。はい、炭谷、うん、まあ、ね、あの最後かぶったけどね、はい、でもこれ6勝6敗のうちに2勝が大城が先発マスクをかぶったということ、先発マスクで大城も勝ててなかったからさこの3連戦の前は、はい、うん、でも勝つことができたということはね、すごく巨人にとってもいい3連戦だったかなという、まあそういう気がします。はい、では今回は結果、巨人の2勝1敗ということになりました ね。で対戦成績が6勝6敗の5分、まあまあ、 あのこの3連戦は非常に注目度が高かったし、はい、まあ、すごく楽しめた、3連戦でした。はい、ね、はい、また次も、カードを選んでまたこういうような説明もしていきたいと思います。はい。